あまり喋りすぎるとちょっとなんか泣きそうになっちゃうので、あまり熱くならずに喋ろう。です。9月も最後まで動画を見ていただきありがとうございました。非常に忙しい9月だったような気がします。ということでね、今回の動画なんですけども、9月の一番初めに出した動画、こちらを見てからちょっと見たら、まあ、話が分かりやすいんじゃないかなと思うんですけども、僕は9月中本気で頑張って全部の SNS 2000人ずつ増やすとか、YouTube だったらまあ5000人増やす、インスタだったらまあフォロワーを3000人にするとか言ってたんですよ。なのでね、まあ、9月も終わったということで、こちら、いくつ達成できたのか、こちらを見ていきたいと思います。スタッサーネミー。でまず TikTok、まあ、僕の SNS でフォロワーが一番多いのは TikTok なんですよ。まあ、どんどん伸ばせればいいんじゃないかということで、こちらをね2000人増やして、8000人にすると、僕はね息巻いておりました。そしてちゃんと毎日投稿しましたし、ライブもできる限りやりました。その結果、なんとなんと6600人。バカだよ、毎日投稿してよ俺。なんでだ、顔が可愛いとかかっこいいとかいう人たちが、ね、ただ踊ってる動画、何の編集もしてませんよ、ただ踊ってる動画があんないよって。僕が一生懸命ね1時間ぐらいかけてね編集してね、あの毎日投稿してる動画が出てるみたい。1000の位が1も変わってない。ふざけるな。まあいいまあいい、俺は TikToker じゃねえんだ、だから大丈夫だ。じゃあ次ね、インスタグラムね、あの時どんくらいだったかが僕は覚えてないんですけど、インスタグラムも3000人にするって言ってました。インスタグラムにも TikTok、YouTube のショート同様毎日投稿しましたし、写真の投稿も僕の割にはした方でした。インスタのストーリーを使った企画とかたくさんしました。その結果、なんと1800人。なんでだろうね。まあ写真の投稿もまあそんなにしてない。まあ俺にしてはしてるけど、ただインスタグラム頑張ってる人って毎日投稿するでしょ。まあ僕もそこまで写真をねいっぱい撮れるほど、まあいろんなとこも行ってないですし、毎日毎日ね、あのそんな花のあるような生活を送ってるわけじゃないですから、まあインスタグラムがね、まあ伸びなかったらしょうがない。まあまあまあいいですよ。ということで、ここ大本命 YouTube。 多分2回ぐらいお休みしたんですよ。あのモザイクがかかってねえじゃなんじゃ言ってきた人がいたんで、そのせいで休んでたっていうのと、本当に間に合わなかったっていう日があって、それで2回ぐらいお休みはしてしまったんですけども、動画の本数的には宮崎県の全ての市町村を回ってネタ動画を撮るっていうシリーズも始まりました。宮崎弁の替え歌のシリーズだったり、いろんなことをしました。本当に9月は一番活発に動いて、いろんな動画を撮りました。さてここからが問題。先月この日、僕はチャンネル登録者5000人を目指して動きます、収益化達成させますって言いました。まあ、まずチャンネル登録者、まあ、これ皆さんあのこの動画見てるね下の方に多分書いちゃってるから、まあネタバレみたいになっちゃうんですけど、今回なんとチャンネル登録者目標5000人に対して3400人。もう俺このまま寝てやろうか。3400はきちいなぁ、5000つって。せめて4000行きたかった。4000は行きましたつって。あともうちょっとだったんですけど、僕の頑張りが足りませんでしたって言えた。4000だったら言えたよ。3400は言えん。まあ500人以上は伸びましたよ。まあ大体600人ぐらい伸びました。無理だったか、5000人。現実的に考えて2倍にするっていうのは本当に高いハードルのものだったから、正直いけないだろうなっていう自分も片隅の方にいたんです。僕の心の中で。いやーでも正直それに値するぐらい頑張ったなっていうのがあったんで、ちょっと本当に悔しいというか、5000に行ったところで何があるとかではないですよ。まだ余裕で道の途中ですよ。5000になって僕が目指してるところのもう下の下ですよ。もっと上に行きたいっていうところがあるんで、本当に悔しいな。まだ今年は終わっていない、来月がある。ここから一気にスパンって伸びる可能性もありますからね。まあ次、収益化に関してね、これ本当に大事ですよ。収益化できてないと今後いろんなところに行くのにもお金はかかりますし、ガソリン代も高いですし、行きづらくなっちゃいますよ。これから動画も毎日出しましたし、たくさん見てもらいました、いろんな方に。その結果できませんでした。まだ僕の趣味 YouTube は終わらない。あまり喋りすぎるとちょっとなんか
泣きそうになっちゃうので、あまり熱くならずに喋ろう。満足のいく結果ではなかったです。全部が僕が掲げた目標何一つ達成できてない。この1ヶ月頑張ってきました。ダメだったね。応援してくれた人たちには本当にごめんなさい。期待に、その声援に応えることができませんでした。9月は達成できなかったかもしれないけど、9月を超える勢い、これを10月で見せていきたい。リベンジに燃えてますよ、かなり。ただちょっと落ち込んでるぞ俺は。9月はまあ600人しか伸びなかったかもしれないぞ。ただここの9月の目標ハードル高すぎた。8年かけてやっと2000何百人行ってたやつが1ヶ月でそれを倍にできるなんてことはないんだ。そんな簡単な話はない。ただ先月よりかは5000への差は縮まった。じゃあ10月こそは5000だよ。今のペースで頑張ってそれが下がることはないだろ。さすがに10月こそは5000だよ。10月でまた達成できませんでした。11月こそは終わるぞ今年が。コムドットみたいになった俺ちょっと今。やるよ、本当にやるよ、本当に。だってこんな思いしたくないもん。もう楽しくやってたいよ俺だって。目指したいとこはあるから。頑張りたいじゃない、本当に頑張ろう。気合入れよう、もう一回入れ直そう。この動画にオチはないよ。そして絶対いけんかったやん、クソっていう動画にしたかったのにさ、なんか喋ってたらだんだんなんか悔しくなってきて、絶対ふざけられなくなっちゃったよ。チャンネル登録者とか減らねえから、今減ったらちょっとオチっぽくなるぞ。今減ったらチャンネル登録者ちょっと1人2人ぐらい今減ってください。今だけ減ってください、お願いします。ああ減ったわ。